はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスパイス、では続きをやっていきましょう。またメールが来てるんでここから覗いていきますか。これはいつもの100個記念と300万ダウンロード、おー結構いってますね。ラピス500、おまだある。300万ダウンロード、召喚チケットレア3枚、やったね。これでまた召喚ができる。ガチャが引けますね。どうしようかな。まあちょっと今回街もあるから時間がかかりそうなんで、それは次回に回して、でフィーナを入れてあります。まあちょっとね、散々フィーナディスってますけどまあちゃんと入れてますよ。でしかもね、星も4まで上げました。星4のレベル21ですね。なんでまあ戦力としては全然、使えるとは思いますけど、こいつ白魔導士のくせにケアレラがないんですよね。ちょっとケアレラがない白魔導士ってどうなのっていうところはあるんですけど、一応レベル28とレベル55でまた魔法を覚えるみたいなんで、まあちょっとケアレラはやっぱり回復役としては絶対必須ですからね。じゃあちょっとまたワールドの方でランゼルト地方の、対抗グランポート、ここからやっていきましょう。ディルナート大陸に渡るためにはここから船に乗る必要がある。絶対左さ左の端っこに港があるよね、この世界。この街はなんだ、なんでこんなバンコッキみたいな感じで吊るしてあるんだ。今ちょっと下の方に宝箱が見えたな。へえ、ここがグランポートか。すごく綺麗なところだね。これからどこへ向かうんだ。あのな、俺たちは観光に来たわけじゃないんだぞ。でもディルナド行きの船はまだ出発しないみたいだな。なんでわかるんだよどっからそんな情報を手に入れたんだ。今来たばっかりだろ。まあせっかくの港町なんだしさ、うまい魚でも食べて待つとしようぜ。カゲロウ花の蜜を飲んだとはいえ、ラスウェルにも休息が必要だろ。まあ確かに船が出ないんだったらしょうがないね。この親父二人は何を話してんだ。てかさ、普通にさ町の人に話しかけないよね。あのさ、ここら辺で魚を食べられる店ってないかな。しかも聞き方もさ、もマジフランクだし、あんたら早くここを離れた方がいい。いや、なんでだ。今変な奴らがこの辺りをうろうろしてるからな。全身を奇妙な鎧で覆っている男が来たんだ。しかもモンスターを引き連れてな。その割にはこの町平和だよな。モンスターを引き連れた鎧の男、パラデイヤ六名傑、ベリアスか。よく名前覚えてたな俺も名前すっかり忘れてたよ。バカな、なぜこんなところにいるのだ。この近くにはクリスタルの神殿はないのに。それはきっとあれだよ、観光に来たんだよ。その鎧の男はどこで目撃されたんだ。ランゼルト遺跡の近くだが、あんたら行く気なのか。いや、聞いてみただけだよ、別に行くつもりはない。ランゼルト遺跡か。奴の目的はわからないが、追いかけるしかないね。なんか物騒なことを言ってる割には町は全然平和っすね。まあ多分町の中うろついてもしょうがないんで、一回外に出てランゼルト遺跡多分出てくるんで、おお出てきた。山のふもとにあるんだな。あー、じゃなくてまず山脈を越えないといけないの。じゃあランゼルト山脈下層、山越えか。ランゼルト遺跡自体はどこにあるんだ、その情報がないんだけど、こいつら知ってんのかな。まあ何のためらいもなくこっち来たからな。
たまにダウンロードちょっと時間がかかる時がありますね。砂漠越えの後は山越えか。でかい山脈だよな。てかさ、また何の準備もなしにお前ら山を越えようというのか。念のために確認するけど、この山脈を歩いて越えるのか。本当だよ、飛行艇がないんだ。仕方ないだろう。この時代の乗り物は飛行艇か馬車か。なんてこった。山脈を越え雪原を抜けたらランゼルト遺跡に着くはずだ。地理には詳しいこいつ。誰か冗談だって言ってくれ。冗談、こういうやつやだそうだ、これは何かの冗談だ。冗談何なんだよマジで無駄な会話なんだけど。バカなやりとりしてないで行くぞ。辛かったら訓練だと思えばいいんだ。どういう気の紛らわし方だ。でもこの装備で山を越えるのか。しかも雪山でしょ見た感じ。誰を連れて行きましょうかね。ウボーがスーパーサイヤ人2のティナを連れている。これはちょっと後の方に取っとこう。プリンのシャントとかレベル51、この人を連れてこう。敵は普通だな。そして何の会話もない。ボムにはファイラーが効かないと思うんで。そうフィーナはね全体がないんですよね。ブリザラ、ラツベルもブリザラ。よしこれでいきましょう。そうだレベル上げしてた時に全てのモーションをカットしてたんだ。 G ワーク、おお即死生き返らせる手段ないぞ。これはレイ抜きで戦いをやり抜くしかない。ちょっとまず設定、バトル演出、環境演出、ここら辺かな。 OK、 これはきつい戦いになったな。いきなり、まあ、全滅することはないだろうけど、レイズとかフェニックスのもね、ちょっと持っていかないといけないですからね。用意してないんで。とりあえずシャントットの絵画に全てをかける。おお、強え、マジで強え。うお、フィーナも死ぬ、このままだと。ちょっと待って、ちょっと待って。これ狙われたら死ぬぞ、爪。危ねえ、危ねえ、危ねえ。とりあえずアンゼルム、ケアルラかけて。で、フィーナはちょっと自分にケアルをかけて。と、これだけか。ラスウェル。なんか使おう、この名鏡。シャントットどうするか。ファイラでいいか。ちょっとケチってこう。あ、でもあと一戦だったからな。迷宮に弱いぞ。あいつ、どういうことだ。迷宮ってなんか属性ついてたっけ。ついてなかったと思うんだけどな。よし、またこれはシャントット様様だな。連れてきてよかった。特にリミットも溜まってないんで、まあエアロラ、ラスウェルはブリザラ。そう、ルナとフィーナ両方弓使いなんですよね。ちょっとね、かぶってるよな。 OK、 レジストされた。ちょっと一回回復しないとマジでやばい。まあこいつ攻撃でいいや。でアンゼルムがケアルラを打って、シャントットは三高だな。じゃあこれでどうだ。くらえ。よし、まあ最悪これで死んだとしても
なんとかなっただろう。戦闘そのものは終わるからな。いやー、いきなりまさかレインが自爆されて死ぬとは。ボムは要注意だな。そうするとやっぱり倒すときは一旦総攻撃をかけて全力で倒す。これがボム対策だ。なんかいいの手に入れた？特にないな。生命の玉結構いいかもな。で、仮想の岩壁、これも蜂使うのか。誰を連れていこうかな。この次ウボアを連れていくとして、このエクスデスはレベルが低いな。サスケさんのシャントットレベル52でも、シャントット超強えかんな。先にこのウボアを連れていくか。よし行くぜ。おー出た、またボムがいる。ん？どうしたフィーナ、なんだろうこれ、気のせい？違う。おいフィーナ、戦いに集中しろ。てかさ、モンスターと戦いながらさ山を越えるって相当きつくねえか。ボムのヒットポイントどれくらいだ。ちょっと一旦ライブラで見るか。まあルナの攻撃が無駄になっちゃうけど、4700か。4700を1ターンで倒せるか。これはかなりきついんじゃない。ブリザラ1回かけても大丈夫だな。ブリザラ多分に、げこのティナ表明騙された。ブリザードで行こう。でレインは攻撃、ちょっとこれでどこまで減らせられるかだな。おお、危ねえ危ねえ。で極限まで減らせば、よし、オッケー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 。で次はこのボムを狙うと。カウンターが発動したな。おー、いいねいいね。何かの攻撃が超強い。このくらいだったら耐えられるだろう。170、よしよしよし。全然違った170は上の8の攻撃だ。やばいやばいやばい、アンゼルムがやられる。あれ、フィーナが死んでる。いつの間に。もはや状況がわけわからん。いや、ボムマジきついわ、これ。とりあえず、ケアルラかけて、フロストシュート。まずちょっとこのハッチを片付けよう。ボムどんくらいだ？まあまあだな。よし、まずちょっと鬱陶しいやつを勝たして、戦うが1人減ってるからな。いけるか。誰だ、800いくつ当たってんの。いててて、て400。よし、これくらいだったら絶対大丈夫だ。ちょっと次回復させよう。いやー、まさかボムにここまで苦労させられるとは。もう出てくんなよ。出てきてはない。よし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 。ケアルラかけて、ルナはイフリートを召喚しましょう。でブレイジングストーム、デラスウェルも攻撃を打って、ティナがな、微妙だったな。おら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 。おっとっと、爪3連続。うわぁ、めっちゃ食らった。もう勝たせるでしょ。よーし。ってことはやっぱ次、強いシャントットを連れてきましょう。いいなぁ、シャントット。欲しい。
レインがレベル上がった。皇帝来てほしいです。皇帝持ってる人確かにあんまり見ないな。崖崖で戦うの。ここはちょっとサスケシャントットお願いします。シャントット先生、こやつらをガツンとのしちゃってください。こいつらは雑魚だな。ボムさえいなければもうとにかく全体攻撃で攻めればいいだけだから。シャントット何覚えてる。おお、ファイガーサンダーがブリザがあるな。よし、オッケー、お願いします。マジ強え。ただこれでも殲滅できないとは。いやー残ってるなー。だいぶねレベルを上げたつもりなんすけど、フィーナが死にそうだ。やっぱりこいつら弱いやつらから狙ってくるな。殺せるやつを確実に殺そうとしてくる。ちょっとアンジェルムのケアルガを使いますか。ケアルガかケアルガとかねえし。シャントット、これは炎効かないからサンダー技かな。こいつはストンラにしよう。でブリザラでいいかな。こいつは普通に攻撃をするか。狙う、接近しただけじゃん。おお、あいつストンラに弱い。あちゃ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 。この蜂もね意外に弱そうで結構パワーあるし。ちょっとアンゼルムもう一回ケアルラを捉えとこう。倒せるか。シャントット何回攻撃してんだこいつ。5回くらい攻撃してんな。うおー、めっちゃ食らう。400食らうんだ1回食らうと。やばいな、フィーナがちょっとやっぱり戦力外だな。30レベルくらいは欲しかったかな。うおー、ボムが切れる。どうする。一体ずつ慎重に行きたいから、まあ、まずはケアルラで回復させて、こいつにターゲットを完全に絞って、でブリザガを一回だけ唱えよう。お願いします、シャントット先生。ブリザガドカーン。よし、やばいなこれ、結構食らいそうだぞ。ゴーで、こっからだったらいけるだろう。お願いします、シャントット先生。ブリザガを。あとは攻撃と。これ倒せるっしょ、絶対。ドカーン、オッケー。いやー、厄介だったな、本当にボムは。3戦目にしか出てこなかったのが、今回楽だったな。まあ、いつもの通りっていうか少ない。よろしくお願いします。まあ、本当はなフレンドになりたいけど、獣道はちょっと体力が足りないので、またちょっと体力を回復させてから行きたいと思います。はい、じゃあ体力が8溜まったので、仮想の獣道ですね。っていうかさ、これ獣道で多分最後じゃないだろう。獣道で終わらないとは思うんだよね。もしかしたらちょっともう一回やんないといけない可能性はかなり高いですね。アポロン、ティナのレベル40か。やっぱりここは超魔法キャラがいいですね。超魔法キャラ。クルルは多分崖は覚えないんで、48のティナがいるな。これはもうちょっと強い方連れてこう。さっきの人が何レベルだっけ？40レベルか。
48ティナを連れて行こう。ではこれなんて言うんだろう、クシャさんみたいなすいません、名前間違ってたらすいませんじゃあ行きましょう。やっぱね、全体攻撃の魔法があるのが助かりますね。やっぱり気のせいじゃない、私たち誰かに見られてる。なんだよ急に、気持ち悪いこと言わないでくれ。気持ち悪いも何もモンスターにじっくり見られているじゃないか。こいつらのさ、会話何なの本当こんな奴らで大丈夫か。この蜂はとりあえず大丈夫だから、ティナの魔法何がある。うわー、これもファイラまでしかないのか。ちょっとティナダメかもしんないな。これってスーパーサイヤ人いくつ、レベル高かったけどスーパーサイヤ人1かな。やっぱスーパーサイヤ人2が2にならないと強力な魔法は覚えないのかな。ちょっと今回は苦戦する予感があるぞ、このままだと。うわーボム来た。まず上のウェアドラゴンを倒すから、こいつに照準を当てて、ラスエルが1回ブリザラをかけて、ティナファイラしかないんだっけ。だよな、ちょっともう一発多分ブリザラを打ったとしても大丈夫だと思うんですよね。ヒットポイントが減らない限りはボムは自爆してこないんで。これをもう一回繰り返そう。で600でしょ、これくらいだったら大丈夫でしょう。でこっから総攻撃をかければ多分殺せるか、まあそれか自爆されても、まあこのくらいだったらなんとか耐えられる。ぐおー、でも700食らうちょっとアンゼルム回復だな。よーし、ボムは出てきてない。ボムさえ出てこなければもうこっちのもんだからな。まあフィーナは一応全体魔法がリミットであるんで使っていきましょう。ファイラのこれは攻撃の方でいこう。ティナはファイラ、イラセントブローって言ったかも。よし、まあアンジェルム食らわなかったから。結構タフだなティラノザウルス。うおー食らった。ちょっと待て、ちょっと待て、ケアルラ使いたかったけど間に合わなかった。これ絶対フィーナ狙ってくっかんね。おお狙われなかった俺も適当なことばっか言ってんな。ケアルラをかけて、一応イノセントグロー使うか。でフロストシュート全力でいきましょう、全力で。ラスウェルは名強、ティナはファイラと。これで倒せるでしょう多分。よーし、OK。なんだフィーナ今へばってなかった。体力ゼロになっちゃったよ。もう一つありそうだな、これは。よろしくお願いします。よろしくお願いされない。あーあるよ、三服。うん、というところでまたちょっと回復させないといけないですね。体力8使うんで、1回復するのに5分、ってことは35分、結構かかるな。ということで、じゃあまたちょっと回復します。はい、それではランゼルト山脈の仮想最後ですね、三服をやっていきましょう。で連れていくのはやっぱり魔法キャラだよな。クジャもねやっぱり強いみたいなんですよ。星5まで行くんで、ただやっぱり X ですかな。これね星 X ですはそもそも星5か。
星4から進化して星5になったりするんで、ティナとかが典型的な感じっすよね。そうすると、一番上のティナと一番下のティナだと、多分これ一番上のティナがスーパーサイヤ人2なんで、これが星5のティナっすね。で、星5のティナだと、やっぱりファイガーは覚えるみたいなんですけど、まあ、とりあえず X ですでいいや。レベルめっちゃ高いし。ここで見れるのかな？あ、見れる。これでちょっとチェックしていこう。ファイガー、サンダガ、ブリザガ。よし、3種類備えてんな。では、お願いします。エクステス様。無の力を我に。どうした、フィーナ。また誰かに見られてる気がするのか？見られてるっていうか、後をつけられてる気がする。後をつけられてる？だとしたら、警戒が必要だな。なんでフィーナにわかるんだ？レインとラスウルがわかんないのに。エアロラの、ファイラ、ブリザラ、エクスデスはどうしようかな。ファイガでいいや。よし、いけ。どこまで減らせられる？どれがファイガなんだかちょっとわかんなかったな。マジックパワーが86か。どうしよう。ちょっともう一回使っちゃおうかな。これで殲滅できるっしょ。おー、グランインセクトとかいうのが倒せねえ。っていうか、普通に倒せねえし。アンゼルム、ちょっと一回ケアルラを使おう。で、あとは、攻撃。いや、マジ敵強えわ。てか、誰かの攻撃がマジ超強えな。誰だ？ラスウェルか？攻撃的な感じからして。ちょっと次ボムが出なければまた攻撃力チェックをしますか。おお、こいつにしよう。まずルナ無事。あ、785。ルナ強い。アンゼルムは198-295500って感じか。で、こいつが300-200、まあ500、まあすげえ大雑把です。フィーナはね、まだちょっと弱いんだよね。おっそ、176。やべえな。で、ラスウェルが408か。あ、ルナだ、つえの。なんでだ謎だ。で、X です。ちょっと一回、あれ使おう。じゃあ、サンタガ。おー、700当たるか。いいね。意外にルナの攻撃力が強いということが分かったからな。ってことはルナは必殺技も武器系だからな。かなりダメージ期待できるな。まだいけない。このターンで殺せるか。おお、強え。やっぱチェインが繋がってるとダメージも増えるから、だいぶ稼げますね。さあ、ボスだ。プルシャ A って、普通のクマじゃねえかよ。なんか登山に行ったらクマに襲われた感覚だな。一応最初は全力で行こう。ルナはフロストシュート、でレインはブレイジングストーン、でこいつも攻撃と。ほら、いけ。くーらへへ。おお、めっちゃ減らした。よし。おお、ただダメージ、結構食らったな。ルナはもうこれはイフリート使おう。で、ちょっと回復はしないで、多分このターンで殺せると思うんで、エクステス先生お願いします。フィーナがな、攻撃がない。かといってケアルラもないから、ちょっと今回、フィーナがお荷物だな。頼んだぞ。オーケー。クマに会ったところでクマ殺しの異名を手に入れたな。あ、誰かに見られてる感じが消えた。そっか、さっきのクマが正体だったのか。フィーナ、お前のおかげで助かった。周囲の気配に敏感なのはフィーナの特技と言ってもいいかもな。やった、私にも特技ができた。
これからもどんどんモンスターの気配を感じ取っちゃうからね。そんな簡単に特技ができんのか。しかも結局クマだったのかよ、視線は。よし、ラピス100。フィーナが何レベルだ ?22 か、まだ。全体的に40ちょいになってきたから、フィーナ40くらいまで上げたいな、そうすると。まだまだ全然足りないな。X です、いいなぁ。アルマゲスト。そうか、アルマゲスト使えるのか、X です。次が雪山だな、山脈上層。はい、というところで、ちょっと体力もだいぶきつくなってきたので、まあ、中断が2回入りましたけれども、また次回、ランゼルト山脈の上層からやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。